井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもう。ただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。
狼よ、傷を負っておるようだな。薬水の火、これで傷を。はそなたのから、そのあの世の、はい、いや、今は行為堀沿いに一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら昔その音を。
狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろう。まずはアシナの国を離れ、あるいはどこか。そなたはどう。御意の。御意か。は。いや、さあ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。アシナ源一郎は、忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。
覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。差し詰め言えぬ。わしはほお前さ、この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと？そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に。お前さん、わし、お前何故？ただ屍野良犬に食わせて。どれほど俺、そうか。じゃあ主のアシナの死だが、お前さ、巫女様の血が利用されるとはどういうことだ？わしも詳しいことなど知らん。ただ竜院、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを。それゆつけね。お前、お前さんもこの寺を妙気が。その優しい顔の仏様は誠の人が己の怒り、そういった。
手に入れた。任務か。ああ、忍び任務敵た。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す相手。そういうこと。随分。いつまどれかし。そこにある優しい顔のそいつには。まことに流陰の力、この目でしかと見る。何者だ。エマと猿お方に仕えるクスシです。猿お方。すみませぬが、主の目、ただあなたを助け、そう仰せつかっています、うん、信用しろとは。ですが、あなたが持っている、それはもともと私が作り上げたクスシとして、助けと。この瓢箪、お主が作ったというのか。はい、あなたが気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水はおのずと湧き出します。尽きたとて少し。クスシと瓢箪。種だと。はい、薬水、新たな種を加えれば。手に入れたら。分かった。瓢箪の。はい、種を瓢。これで妙妙、うん、貢献。それが。そうか。瓢箪薬水では、また。
せがれよ。なんじゃ、黙ってしもうて。腹でも痛いかの。そなたは昔から腹を下しやすかったな。まあよい。せがれよ。この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ。作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様に。誰ぞ。ご神、我が名は野上。どうか私の狂ってしまい。お主の母鈴を。そうか、母はその鈴を上事のように。先ほどの母の愛、母は上事。
目覚めたようじゃな。因果よの、なかなかに死にきれぬようじゃ。